じゃあ僕の方から、説明しておきましょう。次のね、ジングルベルロックっていう踊りがあるんですけど、これもまた皆さんどうぞ参加のチャンスのようですよ。この踊りはね、一番前の人の踊りを後ろについた人が真似て踊るそうです。でもね、ここのヨガダンスもうね、ここまで来て分かるでしょ、全く同じじゃなくていいんです。自分の感じたままを後ろについて踊ればいいんです。そして前の人の踊って一区切りついたら、ラインの一番後ろに今度先頭人が回るんだって、後ろにつくっていうことで、それをぐるぐるこう繰り返していくんだね。で、だからもういろんなラインができると思うんで、それぞれのラインに参加してみてくださいということですので、よろしくお願いいたします。前の方を真似て動いてみましょう。あ、今手を挙げてるよ。手を挙げてるところが先頭かな。私の真似をしなさいだね。Jingle hop,